皆さんこんにちは。今日は友達テレビのシリーズで、まあ一つはニュース番組を主体とした本当の話をやっておりますが、もう一つそれを補うというんじゃないですけど独立しておりますが、深い話ということで主に、まあ、日本文化だとか心理とか、まあ、そういったものをですね、歴史ですね、それをやっておりまして、一番最初はいろいろな評論家の方に出てきていただいたんですが、まあ、その後はですね、神社をバックに井戸先生とか、それから今日の片山先生も佐世保の川棚っていうところで、仕事をされてますが、まあ、そこで日本文化ものの考え方、それから現在では、歴史の話をですねしております、まあ、そういった一連の中で片山先生は今度2度目のご登場でありますが、最初はあの長崎県の川棚っていうところですね、これは大村湾の北の方に位置しておりまして、まあ、大変にあの風光明媚かつ、まあ、言ってみると分かるんですが、こんなところが日本にあったかというような、まあ、現在では現在の秘境ですね、歴史的には非常に早く開けたところであり、かつこの前の戦争中では海軍の特攻の練習基地があったところでありますが、まあ、歴史的にも由緒のあるところではあるんですが、現在では非常にのどかな川棚というですね、ところでありますが、まあ、そこで今日構えて、市政協会というのを、市政協会でよかったんですかね。そうですね。市政協会というのをやっておりまして、はい、人間の体っていうのは市政によって相当影響を受けると、まあ、いうことを基本にですね、まあ、あの病気を治したり、もちろんいろいろな肩が回らないだとか腰が痛いとかいうばかりじゃなくですね、脊椎が変形しちゃうとか、そういった重症の病気もですね、片山先生のところで治るものは治るというようなことで、最近ではそれを応用して、まあ、昔からやっておられますが、競輪選手の筋肉をどう鍛えたら速く走れるのかということで、有名な競輪選手も随分輩出しておられまして、最近では成績も非常にいいということで、競輪選手のトレーニングセンターとしても、まあ、機能しております。もともとはあのそういう長崎の川棚というですね、秘境で、まあ、昔は中心地ですけど今は秘境でですね、仕事をしておられますと妄想に取りつかれますね。特に私のブログなんかを聞きながら川棚でお仕事をされてると、ついに心の旅に出たということでですね、これをやっぱり少しまとめて、皆さんのご参考にしようということですね。私は別のあれでその幸せ砂時計という非常にこう好評なんですが、これをやってるんですが、まあ、現代社会っていうのは、日本文化、まあ、日本文化というのは今日片山先生からお話ありますが、まあ、インド思想をある程度引き継いでおります。インド思想から流れた日本文化、その中で育った私たちとですね、明治維新から150年160年と経ってきたんですが、ヨーロッパ文化とは全くもう180度考え方が違うものですから、それで非常に現在の日本人はですね、その2つの軋轢でですね、ある時はヨーロッパ尊敬したり、ある時は日本文化に帰ろうとしたりして、まあ言えばある意味での分裂状態、心の分裂状態にあるわけですね。まあそこでは静かなウグイスの声でも聞いてですね、じっくりお考えになったのがですね、今日の心の旅であります。ちょっとご紹介しますが、片山先生でよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また再びお呼びいただいてありがとうございます。そうですね、いやいや、あの喋り方とかですね、雰囲気というのはあの現代の東京に住んでいて東京の地上波に出てる人と全く違いますんでね、これはあの片山さんが変人だってんじゃなくて、僕らが変人になってしまっているということなので、まあ、そういうお気持ちでお聞きいただいたらいいんじゃないかと思います。大体まあ10回を予定しておりまして、まあ、1回どのぐらいになるか分かりませんが、ある程度の区切りで進めてですね、そしてまあ僕の方からもいろいろ現代のこととか、時々僕が原稿だけを見ますと、片山先生もなんかヨーロッパに毒されてるなっていうことも気がつきますもんですから、それとか鋭く反論しながら進めたいと思います。はいはい、それではあの心の旅、まあ、今画面出てます心の旅、はい、全10回今日は第1回でありますが、す、ね、第1回は次の画面ですね、はい、知らない心不思議と、
いうことで、これをまずかあの片山先生にお話しいただいてですね、あのちょっと話の途中なり最後なりにディスカッションをしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの私は最初にですね、あの体の方から、姿勢ですね、体の姿勢の方から、こういった道に入ってきたんですけどもね、あの日本語の中にこの肩が落ちるとかですね、その胸を張るとか足が地につかないっていったね、言葉があるわけですよね。で、人の姿勢を観察するうちにどうしてもその人間の心と体を切り離して考えることができないっていうところに、まず至りました。で、そういうような中で、まあ、自己の経験も踏まえてですね、例えば、学生時代の友人がですね、ノイローゼになって自殺を図った、そして、まあ、あの身近なところではその義理のおじや、妹がですね、精神的な病を起こした。でまた実際に、私の兄がですね、今でいう、まあ、精神病ですねにかかりまして、まあ、自殺未遂を図って、その結果ではないですけども、突発死をしたと、そういった経緯もありまして、ますますですねこの体と、まあ、心っていうことを切り離して考えることができないっていう考えに、至りました。そしてまたね、あのその後ほどに知るわけですけども、日本の道元禅師なんかがですね、信心一如であると、まあ、おっしゃってですね、いるようなことに、気づきます。そういった経緯もあって、あのいろいろと心を、まあ、自分なりに、研究してきたっていうか調べてきたわけですけど も, もういろんなハテナが、心の世界に、立ったっていうのが正直なところでした。何一つとして理解できない。まずですね、心って何ってことが理解できないんですよね。いろんな方にお尋ねしました。お坊さんとかね、牧師さんとか哲学の先生とかですね、いろんな方にお尋ねするんだけども、その方々一人一人おっしゃってることが違うと。で、まあ、精神医学って何なかなと言って調べてみると、もうこれはですね、どうやら、脳の問題、脳の、気質的な問題、器の問題であるとか働きの問題である、そういったことを取り扱ってて、それを改善するのに、化石燃料を使った薬品で、脳を働きを変えようとしているという方向性にあるということを知ります。また心理学ですよね。心理学っていうのも、まあ、いろんな先生にお尋ねしたり自分なりに調べてみるんだけども、じゃこれだけ分かってきてるの、なんでその学校で教えてくれないのかな。心理学っていうのがなぜ小学校、中学校、高校というクラスで習えないのかなっていう、まあ、はてなに行き着きました。でさらに調べてみると、まあ、群衆心理学、社会心理学なんかは貴族目線で労働者階級の暴動を抑えるために始まった研究である、そういったことも知りました。こう言ってですね、もうはてなはてなはてなの、心の旅の始まりだったんですけども、まあ、ようやくですね、若干こうやってですね、言葉をとしてお話しできるかなと思いましたので、また2回目になりますけども、今回こうやってお招きいただきました、はい、どうもありがとうございます、はい、ということで、まず不思議のページを開きますと1ページ目に、声が出てきますが、ここから始めていただきましょうか、はい、まあ、あの今回の副題でですね、9つの言葉と3という数字で、するあの心の旅と、3という数字で巡る心の旅という副題をつけさせていただきました。で以前にもちらっとあの申し上げたことがあるとは思うんですけども、あの3という数字はですね、正しいと言ってるのではなくって、思考の最大公約数であるというのが私の考えです。でプラスとマイナスだけでは、事象は起こらないと、プラスとマイナスをつなげて初めて、そこで何か事象を起こる、まあそういってですね、日本でも、神社に行くとですね、三門という
あの鳥居のことですね。そして参道というのを通りましてですね、参拝参詣と全て3という数字を使うのは、それは、まあ、あの後ほどもまたそういったお話も出てくると思いますけども、その自然界というか私たちが暮らしているこの現象界の最大公約数、思考をまとめるに一番都合のいい数字ということ で、まずですね、ここに3つで人生を並べてみました。まず生まれるですね。そしてその生まれている流れの中で心が活動していく、そしてやがて死ぬという、まあ、大まかに見るとですね、始めと終わりとですね、そして中というところでこの3つがあるんですけども、子供の頃にですね、不思議に思ったことがあるんですよね。私ね、子供の頃からいろんなものを買っておりました。で、先生、キュープラのある町っていう映画、はい、ご記憶ですか？埼玉県の川口市を抜けていいですね。吉永小百合さんが、はい、確か主演だったと思うんですけども、あの中にね、確かこう鳩を飼うシーンなんていうのが出てきたと思うんですけども、私たちも子供の頃から鳩を、飼ってました。で、鳩に終わらずですね、ひよこから金魚からメダカからザルカニから夏になればカブトムシと、まあ、いろんな生き物を飼うわけですね。で、動物で言えば猫も犬も飼ってました。まあ、狭いながらの楽しい我が家というもう言わんばかりにですね、わずか私が住んでたのは炭鉱長屋3畳と6畳の部屋にですね、父の、祖父祖母含めて12人が暮らしてて、その上その動物たちがいっぱいいる中で、暮らしていたというこう原体験があります。その中でですね、やっぱり飼っていた動物たちが死んでいくわけですよね。次々と死んでいく、そうしてその死んでいった動物を愛しく育てていた自分が、何かある時ですね、その動物たちに類似したものを食ってるっていうことに気づきました。で、なんで動物を育てることが嬉しい、その育てていた動物が死ぬのが悲しい、なのに私はその動物たちの仲間を食ってるんだろうっていうね、まあ、不思議な心の体験っていうのがありました。まあ、そういったことも含めて、この、その不思議の中のですね、生と心と死というのを僕らがどれぐらい理解しているかというと、知らないことの方が多いのではないかというのがまず最初の問いなんですね。で、今これをご覧になってくださっている方々に、この場で問いたいんですけど、お尋ねしたいんですけども、生とは何ですか、心とは何ですか、死とは何ですかってこうお尋ねした時に、多分皆さん方の答えはバラバラではないかと思います。この言葉の単位としては僕らは知ってるつもりなんですけども、深く問われると答えることができない、といったものがこの3つに要約されているのではないかと。まずそれが、知らない心の始まりということになるかと思います。まあ、後でまた最初からいろいろ議論するといけないので、まあ、さっと聞いていただきたいんですが、生物のほとんどですね、地球上に生物が生まれ、まあ、多細胞生物になってからほとんどの生物には一応ですね、今学問的には心はない。豚になるという言葉がありますが、豚になるっていうのは、まあ、豚には失礼なんですが、その人間以外の生物のこの3つを書くとですね、生きる、生まれる、食べる、死ぬなんですね。生まれて食べて、死ぬと、この3つが生物の作用でありまして、そこの中には一応ですよ、これは片山先生は違うというかもしれませんが、通常の学問では、そうである。人間もヨーロッパの思想ですと、心を持ってる人は 5%、 国民の 5% にしか過ぎない、あとの 90% は生まれる、食べる、死ぬだというふうに解釈しておりまして、まあ、それが、西洋哲学、西洋思想の根本になっておりますが、ここはまあ東洋でもある、日本でもあるので、日本は平等社会で支配層と非支配層がいないもんですから、
日本人は全員が生、心、生まれる、心、死ぬという3つで人生が構成されると考えております。その点では、そこのところは少し頭に、の隅の方に入れといたらいいんじゃないかというふうに思いますね。つまり、この問題は生物はなぜ無生物と違うのか、違う人はある民族の 5% にしか過ぎなくて、残りは、人間も動物も同じ、人間も石ころも同じ、生まれて、食べて死ぬと、そういう状態であるという概念もあります。これはまあ東洋に、多いんですけどね。どうぞ次には。はい、じゃあ次のフレットをお願いします。はい、それで先ほどもちらっとこうお話ししましたけども、宗教にまずハテナを持ちましたというのはですね、学生の頃習う宗教戦争という決体の言葉があるんですよね。宗教は神の教えではないのか、神の教えが戦争するのかという本当に子供ながらの単純な疑問にぶつかりました。そして宗教裁判という言葉がありました。一説に聞くところによるとですね、西洋では魔女裁判というのがあって、600万人ぐらいの方々が魔女が取り付いてるというか、魔女だって言われて火あぶりになったり拷問を受けたり、そうやって死んでいったという話を聞いたことがあります。宗教がなぜ裁判をして、そして人を殺していくのか、これが不思議でなりませんでした。で次に哲学ですよね。これコギトエルゴスムっていう語をちょっと書いてますけど、 ルネ・デカルトっていう人ですね。哲学の中では有名な方だと聞いております。で、間接的に聞くところによると、近代合理主義の父と呼ばれていると。その方がいろんなことは疑って考えたけども、自分が思ってる、その疑ってることを思ってる自分は確かだということで、コギトエルゴスムっておっしゃったということを聞いて、これもちょっとびっくりしました。というのはですね、我思うゆえに我ありという、直訳、これが正しいかどうかは哲学の方々にちょっとお尋ねしたいところですけど、例えば仏教ではですね、その我は初めからありませんって言ってるんですね。だから諸法は無我であるって言ってます。その我がですね、あるということを確認したことが近代合理主義の始まりであるということに大きな疑問を持ちました。心理学、これもハテナだったんですけど、心理学と精神学についてはですね、先ほども申し上げたように、その脳に言及したり、群衆心理学、社会心理学などは貴族目線で大衆を研究したと。この人間たちがどうしたら暴動を起こさないか、どうしたら従順になるのかということで、フランスの学者の方だったですかね、ポレだったですかね、イタリアの学者さんたちがそうやって群衆心理、社会心理を研究してきたんだと。これもね、ちょっとはてな目線で、その考えることが貴族目線で庶民を見るっていうことは、貴族の心で庶民を研究するってことになりますよね、単純に言うと。これがまたね、ちょっと不思議に思ったんですね。貴族目線、例えばマリー・アントワネットという方がね、有名な例え話としてよく聞くのがですね、庶民が暴動を起こしてると。で、どうして暴動を起こしてるのって聞いたら、小麦がないと、食べるものはない、だったらケーキを食べればいいのにとおっしゃった。それは多分ですね、偽りのない貴族目線ではないかと思うんだけども、その目線で、庶民を研究した。あるいは西洋の、偉大な方々ってほぼ貧乏人いないんですね。一生勉強だけしてればいいような、ところに生まれられる、そして勉強される。武田先生もおっしゃるように、ここにある哲学なんていうのは奴隷を使っていながらいろんなことを考えたという立場にいた人たちが構築していた学問であると。さらにさらにですね、そういった宗教とか哲学が
いわゆるレリジョンですね、英語で言えばですね、フィロソフィーというのが日本語に訳されて哲学とか宗教になってるんだけども、果たしてそれ同じ意味なのっていうことですよね。宗教っていうのは読んで字のごとくですね、まあ読み方によれば空を示す教え、ね、大元の教えだと思うんだけども、その宗教がなぜイスラム教とかキリスト教とかユダヤ教とか、あ、そういう、に分かれるんだろう、仏教、神道とかね、これにも疑問を持ちました。あるいは言葉ですね、その翻訳されて出てきた言葉を僕らは知ってるつもりで会話で使ってるんだけど、心って大事よねっていう話ですよね。え、心大事？じゃあその心って何ですかって尋ねると、ご本人はこの心の意味を知らないと。こういった流れの中で毎年毎年自殺者が3万人近く出て、精神病の患者数は増加の一途をたどってるという、このまた不思議ですね。これが理解できない。だったら分かってるんだったら、心理学でも分かってるんだったら、早く小学生から教えましょうよって、心の大事さっていうのが、また、知らない心の、まあ、2番目としてまとめたお話になります。まあ、これは不思議で、まず、片山先生の方はいろいろお考えになった元を示してる段階ですから、うん、ここでは謎解きもいらないし議論もいらないんですが、はい、宗教っていう、まあ、言葉だけを取り上げますと、宗教っていうのは日本語ではないんですね。なんで日本語ではないかっていうと、日本の宗教っていうのは自然と祖先なんですね。でこれはまあ、私の分類によると能動的心の発祥っていうかですね、教えがないんですね。自然は我々に何も教え、言葉で教えてくれません。それから祖先も亡くなっているので教えてくれません。ですから日本人がありがたいと思ったり神様にお祈りするってことは、日本人自身で、自分の心の中で自分に対する教えを生むもんなんですね。したがって神道には教祖も教典も戒律もないと。ところがあとは受動的宗教っていうか、受動的な心の支えというのがありまして、これはイスラム教とかキリスト教がそうなんですが、神様が教えてくれるということで、ここの教えるっていう教という字を使うわけですね。で明治の初めにどうしようかってことだったんですが、明治の初めには宗教っていうのはどういう意味で使われてたかって言葉があったんですけど、宗派、今でいう宗派と一緒ですね。宗派には必ず親鸞聖人とか日蓮聖人とかおられまして、教えてくださるもんですから、それを宗教と言ったんですね。今ではそれを分けて宗派にしておりますが、一応宗教ということですね。それから残りの哲学、心理学、精神医学というのは、今片山先生に言われた通り、ヨーロッパで支配階級 5% の支配階級が 90% の非支配階級をいかにしてコントロールするかと、まあ、いうために発達したものでありまして、まあ今言われたように心理学も暴動を抑える、精神医学もいかにして、優生学と一緒ですね、頭が悪い、遺伝が悪質であるって言ったらもうできるだけ殺す方に持っていくという、まあ、そういう学問として進みました。翻訳というのはまたそれの極端なケースでありまして、日本では外国の文章を翻訳するっていうのは普通のことなんですが、日本以外のアジア、アフリカ、その他南アメリカなんかの考え方ではですね、できるだけ翻訳はしちゃいけないんです。翻訳は悪なんですね。なぜかって言ったら翻訳というのは、非支配層が分からない知識を分かるようにしてしまう。つまり母国語にするっていうことは極めて危険であって、その非支配層がするべきことではないわけですね。まあ、したがって、まあ、日本は明治維新の時に、フランス語、イギリス語、ドイツ語のですね、書物を翻訳しましたが、世界で日本だけであります。しかももちろん私が小さい頃でもお医者さんはですね、診察室ではドイツ語を使っておりました。これは支配層を守るという、その支配層で特権階級をいかに作るかということが、まあ、翻訳でありますので、まあ、翻訳家っていうのは悪をなす人ということでしたね。
まあ、そういうことで、まあ、言葉も随分、まあ、両方が今重なっておりますのでですね、いろいろ難しい問題が起きるということなんですね。まあ、信教の自由っていうのはですね、あれはなんか日本では宗教、どの宗教を信じるかの自由というふうに言われておりますが、まあ、言葉で言えば教えを信じる。ですから日本人は無宗教ですかって言ったら無宗教ですってのは正しいんですね、うん、あの教えてはもらっておりません、はい、太陽の下では嘘をつきません、お天道様の下では嘘をつきませんというのは別にお天道様がでかい声で俺の下ではあの正しいこと言え嘘をつくなよって言ったわけじゃない、はい、お天道様を見ることによって自発的に日本人の心の中に生まれたもの、うん、これをまだ示す言葉が現在のところありません、はい、そういう状態ですね、はい、まあ、まあ一応先に行きましょう、はい、じゃあ次お願いいたします、はい、じゃあ3つ目 の、はい、あのまあ、不思議といいますかね、だですからね、あの心の学びをしようと思ってスタートしたんだけども、どこにも確かなものがない、うん、でその特にその心をほぼ西洋が語ってると、はい、これがですね、どうにも解せないというか理解できないというかですね、というのも後ほど出てくると思うんですが、あのこれあの西洋のね文句を言おうと思って出てきてるわけじゃないんですけども、非常にねあのそちらに偏りすぎてるってことに、おいおい気がつきました。でなぜそうなってきたのかっていう根本的な問題に彼らは答えを出したい、答えを出す、それこそが正しいという何かですね、金華玉状のような、なんか催眠術のような方向性に行ってるということに気がつかされました。で日本人のように、あるいは武田先生もよくおっしゃる、分からないことを分からないとしてひとまず宙に浮かしておこうとといったことを許さない文化というのがね、強く感じたわけですよね。でそこでね迷って、じゃあどうやってその心というものを学んだらいいのかと思った時に、まあ日本人としての私は日本人としてアプローチしていこうといった時に、その身の回りにはいつもある自然があるわけですよね。でそれを自然を見渡していると、まあ自然が語っているのは潮が満ちたら一旦止まって引いていきますと、海の風が吹いたらまた凪になって今度は陸の風が吹きます、お天道様が出て沈んだら夜になってまた出てきますと、あそうか、自然っていうのはくるくるとなんとなく人間から見ると、回ってるんだなと、でもこの回ってるっていうのを見てるのは自然の一部である自分であるから、もうちょっとまとめたいといけないなと思って、やりくりして出てきた言葉が、この3つの言葉です。で自然というのをですね、全体的、絶対的、普通的という言葉の3つにまとめてみました、それに対応する私たち自分はですね、部分的で相対的で特別的であるというふうにまとめ、そしてその自分の立場から自然を参考にしながら心っていうものを考えてみたらどうかというところで、ようやく不思議の意図を問うところにたどり着きましたというところです。なるほど、はい、まあ、あの片山さんが最初に不思議というもののことを考えてくれた、まあ、それにはあの川棚という長崎県の田舎に住んでおられるということはまた大きいわけですね。でここに書いた自然と自分というものを、まあヨーロッパ文化、日本文化という点で見ると、日本の文化は、まあ、インド宗教もインド思想も入っておりまして、まあ、自然とかなり似てると、はい、それに対して対立的に出てきたのが西洋風の自分ですね、はい、西洋風の自分というのは部分的であり、はい、相対的であり、うん、特別的である、はい、しかしまあ、この番組をこれからお聞きになる方にちょっとお話をすればですね、今皆さんが悩んでることとかですね、間違った行動をされていることのほとんどは実は、日本古来の自分という概念ではなく、
ヨーロッパ的な概念で自分というのを捉えてる、うん、そうですね。でこれは、はい、僕は東大を早く潰さなきゃいけないっつってる一つの理由なんですが、うんうんうん、やはりこのくらい深い話になると、はい、本当は東大の先生がですね、うん、日本文化とかヨーロッパ文化日本よく研究されて、はい、それで、その上でのお話をされたらいいんですけども決してそうではない、うん、現在、まあ、大正時代からこちらは東大の先生は全部ヨーロッパの概念しか言わないので、はい、それで、まあ、そうすると普通の人は苦しむんですね、うん、で苦しむっていうことはヨーロッパ文化ではいいことで、うん、支配層の 5% が幸福になり 90% が苦しむっていう状態がいいんで、あ、そうです、まあ、それは正しいわけですね、まあ、したがってよく普通の人が学会でこんなことを言ってるのはおかしいじゃないですかって僕に言うんですけど、うん、その時のおかしいというのは、うん、日本人の考えは日本人が幸福になるのが正しいと思ってるんです、うんうん、しかしヨーロッパ人は国民が幸福になることは悪だと思ってるんです、うん、まあ、そこのところで言ってることも言い方も変わってくるんですね、はいはい、まあ、それもよく注意しながらこれから日本人の中の日本人の片山先生がどうやって物事を解決していったかと、はい、いう話を次回からぜひ楽しみに、はい、していただきたいと思います、はいはいはい、じゃあ第1回はこれで終わりにいたします、はいはい、どうもありがとうございました。